オスオラピロ。どうもアラポリタンという管理員のピロです。今回ですね、我がアラポリチャンネルのね、名物企画、お魚キラーを使ってお魚を捕まえていきますっていう動画なんですけどね、なんと私ピロ、お魚キラー買っちゃいました。なんかね、アマゾンでね、2個セットで500円というのを見つけまして、もうこれね、お魚取り系 YouTuber としてね、買うしかねえっていうわけでね、今回ね、4つ買っちゃいました。いや、お前買いすぎだろって思った方、はい、俺も思ってます。まあ、というわけでね、今回はこのお魚キラー軍団を使ってお魚を捕まえていこうと思います。とりあえずね、一旦こちらをね、開封してみようと思います。はいはい、開封してみました。いやー、いいですね、お魚キラーのピラミッドやー、やかましいわ。はい、それですね、こちらを使って今回はね、お魚を捕まえていこうと思います。はいはい、ポイントにつきました。で、今回の餌はですね、スルメ、味噌、キャット、こちらを使ってやっていこうと思います。はい、で、なんかいつもね、ザリガニ取りをしてる沼に行ったら、ルアーフィッシングをしてるおっちゃんから、あそこの沼はすごいエビがいっぱいいるよなんて教えられて、今回はね、その大きめのエビをね、ゲットしていこうと思います。はい、まあ基本やっぱり何回かしましたけど、やっぱ匂いがやっぱ強いやつはやっぱいいですね、すごい反応が。なので、こちらのね、もうスルメと味噌、キャット、この3本柱をね、ぶち込んでいこうと思います。はい、じゃ早速ね、やっていきます。はい、餌をね、入れました。で、入れたんですけど、ちょっとね、こちらのお魚キラーね、ぼったくりっすよ。はい、ちょ、理由としましては、このファスナー、すげえね、安っぽいでしょ。まあ安いから別にいいんだけど、こっちがね、なんかこれ開かないんですよ、これ。なんか、うん、おかしいんだよね、ここに普通入んだけど、こっちみたいにね、こうパックリ、こうこれ入んないんですよ。なんかなんだこれ、飾りやんこれ、ただの。そう、これね、アマゾンのインターネットで買ったんですけど、はい、ちょっとこれ概要欄にどこの商品か貼っとくんで、皆さんはね、これ購入しない方がいいですね、これね、うん、これ飾りだからね、ただの意味がないと。はい、がっかりだわー、うん、まあ、とりあえずね、今からこれを仕掛けます。はい、ポイントにつきました。いやー、めっちゃなんかいそうでしょ、ネッシーとかね、なんかいそうな感じですよね、すげえ、うん。で、今回はね、こちらにお魚キラーをね、ぶん投げます。で、一応深いところに3つ、そこら辺のね、浅いところに2個、やっていこうと思います。はい、なんか入んねえかな。じゃあ早速ね、やっていきます。で、とりあえずこれはね、ここら辺のちょっと浅いところにね、セッティングしてみますね、とりあえず。よし、流されねえよな。まあいいや。はい、こっちもここだな。よし、ほいっと。よし、いい感じ、いい感じ。よし、じゃあこっちはね、思いっきりぶん投げますわ。行ってこい。
よし、いい感じや。よしよし、何が入っかな。お、めっちゃめっちゃなんかあれですね潜ってるわ。はい、とりあえずですね、5本ね、セッティング終わりました。で、なんかめちゃくちゃね、雨降ってきたんで、はい、帰ります。まあ明日のね、夕方頃にね、回収しに行こうと思います。一体何が取れるかな、楽しみだな。はい、お疲れ様です。ですね、魚取り仕掛け網をね、回収した動画がね、私のミスで消えました。すいませんです、ごめんなさい。まあ結果はね、なんとね、このザリガニ1匹と、はい、もう正直ね、もうがっかりしました。はい、いろいろな意味で、はい、いざね、編集しようと思ったら動画はないわ。まあしかもね、5本もあんなルンルンでセッティングして、結果ね、このザリガニ1匹と、はい、まあいろいろね、まあ、残念な結果なんですけど、はい、まあ、とりあえずね、まあ、やっぱポイントなのかなと思いますよね。うん、まあザリガニは1匹しか入らずね、5本もやったのに結局ね、すごいしょっぱい結果ですけども、まあ、今回の動画はね、Amazon のぼったくりお魚キラーを使って、お魚を取ってみたでした。はい。まあ、よかったらね、登録の高評価、よろしくお願いします。結構ショックだわ、本当に。このザリガニ1匹って、お前。はい。ではね、また皆さん次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。本当にごめんなさい。